イタリア国立学物理学研究所所長、ニコラ・カビボト、小林誠小林誠は、日本の理論物理学者。ソリウシ理論を専門分野とし、小林の名が付けられた、CKM 行列や、小林、マスカワ理論で知られる。ノーベル物理学賞、日本学士院賞受賞。文化功労者、文化勲章受賞者。名古屋大学の特別教授及び、 ソリ子宇宙起源研究機構諮問委員会座長、高エネルギー加速器研究機構の特別栄誉教授、独立行政法人日本学術振興会の理事、及び学術システム研究センター所長、財団法人国際高等研究所のフェローを務める、愛知県名古屋市出身、愛知県立名和高等学校卒業、幼くして父を亡くしたため、 母方の事にあたる海付家に身を寄せ、いとこの海付都市キらと共に暮らす。名古屋大学理学部にて、坂田昭一らの指導を受ける。学位は理学博士。論文の題は、軽粒子ハドロン散乱と流れ大数数の理卒業後は、京都大学や、高エネルギー物理学研究所で、理論物理学の研究を続けた。その業績により2001年に、 文化功労者に選ばれ、2008年には、マスカワ・トシヒ南部陽一郎と共に、ノーベル物理学賞を受賞した。内閣総理大臣を務めた、海譜都市記、天文学者の海譜乗りを、愛知とヨタ自動車元副社長の小野茂勝はいとこ。海譜都市記は後に、小林について、年下だったので、麻婆ーーと呼んで、可愛がった。 男の子にしてはおとなしく、いつも部屋で難しげな本を読んでいた。思えば、あの頃から、天才に、突然変異する目があったと語っている。ソリウシリ論を専門分野とし、彼の名が付けられたカビボ、小林、マスカワ行列で知られる。京都大学の助手であった1973年に、同僚のマスカワ敏秀と共にウィークボゾンとクォークの、弱い相互作用に関するカビボ、小林、 マスカワ行列を導入した。ノーベル物理学賞の受賞が決定した後の2008年10月10日に、マスカワ敏秀と共に、塩谷立文部科学大臣と面会し、小林は、検定教科書は必要最低限が書かれるが、これは、読む気を失わせる、もっとストーリーが必要と苦言を呈した。ありがとうございます。